この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それでは、ご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきたいと思います。27歳、女性、モグマイさんからの質問です。斉藤先生、いつも動画を拝見して勉強させていただいております。私は漫画描きです。早速質問なのですが、私は他人の才能に嫉妬してしまい、とても落ち込み、自己嫌悪に落ち いってしまいます絵は上手くないのにリツイートもいいねをしてもらえる人に対してどう気持ちを切り替えるのかということと似た内容の質問になるかもしれません気取っているわけではありませんが多くの人からの共感よりも少数派の共感を書きたいという気持ちがありそれを大切にしたいのでファーストフード的表現ができませんそれでもだいたい100リツイート1000いいねぐらいはいただけておりとても嬉しいのにそれなのに1万リツイートなんて数字を出し しているものを見ては落ち込んでしまいますできないなら貫けばいい他人からの意見や評価なんて気にしなければいいと思うかもしれませんが今は評価が目に見える時代ですその数字の差を見るたび私の作品っていらないのかな代わりが効くのかなと悩んでしまいます私は頭が固いでしょうか斉藤先生はこういったご経験がありますでしょうかもしありましたらどう気持ちを切り替えたのか教えていただけたら幸いですとのことですもぐまいさんご質問ありがとうございますもぐまいさんの苦しい 気持ち僕もよくわかります。僕も同じようなことで悩んで自分の気持ちに整理をつけようともがき苦しんだことがあったからです。僕はモグマイさんと違ってイラスト描きではありますが今から紹介する考え方はイラストだけではなく漫画や他の分野でも応用が効く考え方だと思いますのでぜひ最後までお付き合いいただければと思います。僕はこの質問をお聞きして最初に思ったのはですね <laughs> もったいないいなですというのははおそらくもぐまいさんは能力 があるにもかかわらず使える力の半分しか使えていないと思ったからです全ての力を使い切ればきっと目指す地点まで行けるのにご自分でその力をブロックしているように感じましたもぐまいさんが使えないでいるもう半分の力は何なのかは後でお話しすることにしてもう初めに結論言っちゃうんですけどもぐまいさんが全ての力を使えるようになる大事なポイント3つあると思います最初の一口をデザインする ネの意味を考える。自分の代わりはいるです。順番にお伝えしていきますね。 最初の一口をデザインする。まずはじめにお伝えしたいのは、絵は大きく分けて2種類。食べやすい絵と食べにくい絵があるということです。食べやすい絵というのは、伝えたいメッセージ以外をとことん削ぎ落として、食べた時に単一的な美味しさがする、デザインされた味のする絵です。そしてもう一方は、逆にメッセージ性を整理せずに、表現者の思いをそのまま画面にぶつけたような絵です。こちらの絵は、口に入れた時に美味しさだけで ではなく雑味も同時に感じますがその複雑な整理されていない味の中から何を感じるのか見ている人に受け取るメッセージを委ねるという表現方法ですどちらが優れているとは言いませんただ単純にこの2種類があるんですこの2つの絵の明確な差何が違うのかというと根本的な考え方が違いますそれは作品を作るための最初の出発点がマーケットインかプロダクトアウトかということですマーケットインは 絵をプレゼントする相手に寄り添って相手のニーズを汲み取って描く絵を決めること対してプロダクトアウトは自分が好きなもの自分が作れるものという視点で絵を描いてその後でそれが欲しい人を探すという考え方ですマーケットインとプロダクトアウトどちらも双方それぞれ価値のある絵の作り方だと思いますそしてこの2つの考え方は作品を作る上での出発点ももちろん違いますが作品のクオリティの高め方という 点で比べたににもやり方が明確に違ってくると思いますマーケットイン的作品のクオリティの高め方は、まずは作った作品を発表してみて、見た人がどんな反応を返してくれるのかを見ます。ポジティブに反応してくれるのか、逆にネガティブに反応されるのか、反応が悪かったとしたらどこが不満なのか、その返ってきたフィードバックを受けて作品の形を変えていき、受け入れられやすい形を模索していきます。対してプロダクトトアウト的作品のクオリティ の高め方はというとすいこにきますいや、だって当然です。あなたが言いたいことを伝えるための作品ですから、あなた自身に十分な魅力がなければ、その作品を見たいという人は現れようがないからです。この手法で作品を多くの人の心に届けたいと思うのなら、作品よりはむしろ自分自身がみんなを引きつける魅力的な人物になる人る。 必要があるんですさて質問です。これはすごく酷な質問かもしれませんがモグマイさん。モグマイさんだけじゃないかもしれません。この動画を見ていて同じような悩みで悩んでいる皆さん。あなたはすでにみんな を引きつける魅力的な人物でしょうかごめんなさい。ちょっと意地悪な質問ですよね。おそらく多くの人はですね、自分はまだそんな領域にはいないと感じたのではないでしょうか。ああ、そうか。それじゃあ私は誰かを感動させるような作品は書けないのか。なんて思った方もいるかもしれませんが。ですが、それは間違いです。そんな、まだ何者かに慣れていないあなたでも、誰かの心を揺さぶることができる表現方法。それが マーケットインという考え方です。そしてこのマーケットインという考え方がですね、モグマイさんがうまく利用できていないもう半分の力だと思うんですね。みんなが今何を欲していてどんなことに感動するのか。みんなが今持っている興味に向かって作品を作ること。そうすることによってまだ何者かでもないあなたの作品でも人を十分感動させることができます。もしかしたらこういう作品はファーストフード的だ。大衆にこびている。 ってね、誰かに突っ込まれたり、あるるいい。は自分自分身ででそうう思ってててししままこともあるかもああかれません。ですが考えてみてくださいあなたがファーストフード的と思っている作品は本当に取るに足らないものですかだって、いくらあなたが全身全霊をかけて作品を作ったとしても、それを受け取ってくれる人がいなければ何にもなりません。それよりもまずは一口。あなたの作品を誰かに食べてもらうことが重要です。そのためには、まずはマーケットイン。あなたが伝えたい メッセージだけではなくて受け取り手側のニーズを考えてまずはそこから出発してみることファーストフードというように安価で大量に生産されたものと考えずにあなたの考えの一部分だけを一口サイズに凝縮し食べやすいようにデザインするんだそう捉えるだけでもより伝わりやすい形にすることができますしモグマイさん自身の抵抗感も薄れるかもしれませんいいねの意味を考える ただもしかしたら、モグマイさんの目的によっては、ここまで聞いて、こう思うかもしれません。いや、私は別に、漫画を書くことによって、売れっ子になろうとか、プロになろうなんて、してないんです。ただ、私が考えていることを、私の身の回りの少数の人に理解してもらいたい。だから、私は漫画を書いているんです。と、僕はですね、こういう場合においては、無理をしてまで、マーケットイン的手法を取り入れなくてもいいと思います。なぜなら、あなたの身の回りの人、まあ、家族や友人がイメージ しやすいと思いますがその人たちにとってはあなたがすでにもう特別なかけがえのない人だからですかけがえのないあなたの発するメッセージですから多少雑味が入っていようといやむしろ雑味が入っているからこそそこに含まれるあなたの言いたいことを丸ごと周囲の人たちは聞きたかったりしますそういった目的で漫画を描くのであればむしろ SNS でもらういいねの数は関係ありませんあ、いいねの数を全く気にするなと言ってるわけじゃん ありませんよただいいねの意味を考えて欲しいいいいいんですいいですすかいいねの数というのは別にその作品の価値の高さを表す数字でもましてやあなた自身の価値の高さを表す数字でもないんですよじゃあ何を表すのかというと単純にメッセージが伝わった人数と捉えていいと思いますだって数十万フォロワーを抱えるインフルエンサーにリツイートされた方がいいねの数は単純に伸びるでしょこのことからも SNS のいいねの数というのは価値 というよりはむしろ伝わった数と捉えるのが妥当ですですが何人に伝わったのかという数値はあなたの身の回りの人にあなたのメッセージを届けるという目的においては何の役にも立ちませんいやむしろえそんなにいいねされた漫画なんだえどれどれみたいな見方になってしまいますので目的の邪魔にすらなる場合もあると思いますいやむしろそこで1万いいねを目指してしまったら広くみんなに受け入れられるところまで紙 砕かれたた作品ととといいいううことにななっっててししままままますすすののので周囲人ががるあ自身成分薄思そういう場合には、むしろ、マーケットイン的考え方は邪魔になってしまうわけなんです。絵はあくまで趣味。楽しむために描いているという人や、自分の考えをまとめるために絵を描いているという人も同じです。そういう場合には、むしろ、いいねの数にこだわりすぎるのは危険です。だって、自分の考えを素直に吐き出すことが目的でやっているわけですから、 こ,こまでで考えたら楽ししめなくなくっちゃうでしょうあなたにとって絵とはどういうものなのかもう一度立ち止まって考えてみてくださいあなたが漫画を描く意味は何でしょうかそれによって「いいね」の意味を捉え直す必要があると思います自分の代わりはいる さて、もう一方の過程です。モグマイさんが漫画を仕事にしたい場合ですね。この場合には先ほどの話の続きになるのですが、やはりモグマイさんが今十分に使えていない力、マーケットインという考え方を取り入れるのが効果的です。僕は絵を描くことをしばしば相手にプレゼントを渡すように描くと例えて言っているのですが、まさにこのことを言っています。自分が何をあげたいのかよりも相手が何を欲しているのかを先に考えること。 この考え方にとっては、この順番が非常に重要です。もし自分は相手にとって特別な人間なんだという考えに寄りかかってしまうと、相手にうまくプレゼントを渡せないことがあるからです。僕は以前自分のおばあちゃんにカーディガンをプレゼントしたことがあります。東北は寒いだろうから家の中でも軽く羽織れるものをプレゼントしようと思ったんです。そこまでは良かったんですが、色選びで失敗しました。僕はいつまでも若々しくいられるようにと赤い色 を選びそれをプレゼントしました渡した瞬間はねすごく嬉しそうにしてくれたんですがその子なぜか全然そのカーディガンを着てくれませんあれなんか問題あったのかなと思って両親に聞いてみるとどうやら自分には色が派手すぎて恥ずかしくて着れないんだと困っていたことを教えてくれたんです僕はそれを聞いてあっちゃー そ恥ずかしくなりましたおばあちゃんにとって僕は孫だから何をプレゼントしても喜んでくれるはずそんな風に自分が特別な存在であることに甘えていた僕は大失敗をしてしまったんですそしてそういった考え方は僕の作品作りにも色濃く影響を及ぼしていて今思うとその頃は独りよがりの作品になってしまっていたことが多かったように思うんですもぐまいさんがコメントでおっしゃっているファーストフード的作品作りはしたくないこの考え 方自体は否定はしませんがもしかしたらそこには自分は特別だだから誰かに合わせるようなことはしたくないという僕がしてしまったのと同じような甘えがあったりはしないでしょうかその甘えのせいで相手にいまいち思いが伝わらずに喜ばれないプレゼントになっている可能性はないでしょうかではどうすればいいのか僕がこの問題をどう解決したのかというと簡単です自分の代わりなんていくらでもいるそう認めてしまうんですよ 認めてしまいましょう自分は一切特別ではないことえ ね、ちょっとびっくりしてしまう人もいるかもしれませんが僕はこの考え方を受け入れてからはすごく物事が単純で明快なものになりました特別ではない自分がこの人に喜んでもらうためにはどうすればいいんだろう何をあげればこの人は素直に喜んでくれるんだろうそんな風に受け取り手の興味にフォーカスを当てて前向きに考えることができるようになったんです実は僕の YouTube 活動もほとんどの企画の内容は根底にこの考え方がありますみんなが絵を描いていて困って っていることってなんだろう。それを分かりやすくまとめるにはどうまとめると受け取りやすいだろう声は高い方が聞きやすいだろうか低い方が聞きやすいのだろうかそんな風に自分のことだけではなくて受け取る相手のことを真っ先に考えるんです自分はいくらでも変わりは聞くこう聞くともしかしたらすごくネガティブに捉えられるかもしれませんがその考えがもたらす結果はまるで逆です今ではこの YouTube のコメント欄でリスナーの皆さんにこんな風に 言ってもらえることがあります斉ちろんね、いただいた言葉の上にあぐらを書くようなことはしませんが、でも素直に嬉しいです。その人にとっては特別な存在になれたんだなーって、すごく心がジーンとします。もし、モルマイさんが周りの人を飛び越えて、多くの人にプレゼントを渡せるような特別な存在になりたいと願うなら、まずは自分の代わりはいる。自分は 特別なな存在ではないこれを受け入れるところから始めてみてください。代わりが効くあなたが、それでも誰かに喜んでもらえるプレゼントを渡そうと考えた時、そしてそのプレゼントを送り続けた時、あなたの表現は多くの人の心に届くはずです。そしていつしかあなたのプレゼントを受け取ってくれた誰かにとって、モグマイさんは代わりの効かないあなたになることができると思います。モグマイさんならきっとできます。応援しています。 以上が今日僕が伝えたかったことです。あ、一つ補足しておきますが、この動画の中で僕は、いいねを気にすることはやめた方がいいと言いましたが、それは時と場合によります。もちろん中にはね、色々な理由で、今はとにかくいいねが稼ぎたいなんていう人もいると思います。そんな時には、この動画、完全解説、いいねされる絵作りの考え方、見た人を〇〇に連れていくがおすすめです。ね、〇〇って何でしょうね。みんなにいいねされやすい絵を描くには、 絵を描く前にこれを考えることで飛躍的にいいねがされやすくなるっていうコツがあるんですこのテクニックをですね分かりやすく解説している動画です興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね概要欄に URL を載せておきますそれではまた次回の動画でお会いしましょう